ゃん。リオさん一部もありがとう。まいちゃんのショールームも大好きなのですが、最近は視聴する時間が取れなくて、とてもだよね、最近会えないなと思ってたの。はい、でも嬉しい。リオさんシングルのオマースブレイクの、はい、リオさんありがとう。いつもさ、あの会えないっていう、会えない時間も大事だから、本当にリオさんに会える時は楽しみにしてるよ。私もね、リオさんがショールームに来てくれた時は本当に嬉しいから、大好きだよ。それからもよろしくね。続きまして、レンリーちゃんか。何回言っても足りないくらいに前が好きだし、前のおかげで今生きていけるから、アイドルになってくれてありがとう。だし出会ってくれてありがとう。これからもたくさん素敵な景色見に行こうなって。ありがとう、レンリー、嬉しい。お、ちょっとペン書いたらいい感じ。ありがとう、レンリー。なんかでもさ、レンリーさ、お、なるほど、深く踏み込まないタイプですか。他の子のサイン会も仕込んでてさ、なんかスキーメンとかやってたけど、なんで悲しかったな、ちょっとなんか悲しかったです。はるくん、ありがとう。私が言ってくれたら嬉しいけど、なんかオンリーワンであり、ナンバーワンであり、オンリーワンでありたいっていう私の独占が出ちゃった。やだよ。ありがとう。続きまして、へこさん、ファーストコンサートお疲れ様です。次は、はよ。2023年9月10日、今日10日か。今日なんかすごいさ、あれみたい、なんか面白い。ありがとう、かよさん。あれね、火を打つ感じなのね。ヘコさんってなんかさ、本当にさ、真面目そうだよね。なんかファンの方はどんな感じなのかわかんないけど、ヘコさんはすごい真面目そうなイメージがする。あとね、あの髪色変えがち。ありがとう。ヘコの変の字すごく。ありがとう。続きまして、ゆきおさん、ありがとう。ゆきおさん、ありがとう。じゃん。ゆきおさん、ゆがでかくなっちゃった、ごめんね。ゆきおさん、いつもニアジアのこと応援してくれてありがとう。これからもずっと応援してくれてと嬉しいです。ゆきおさん大好きだよ。これからも一緒にいてね。続きまして、にむちゃん、にむちゃん、ありがとう。ニアジアデビュー決定おめでとう。ニアジアをデビュー前から知れて応援できて、一緒にデビューを喜んで、そう、ありがとう。本当にさ、にむたくさんありがとうね。とっても嬉しいよ、本当に。にむがさ、にむがさ、大好きだからさ、これからもずっとそばにいてほしいし、私のことをからかないでほしいし、本当に愛してるよ、にむ。本当に、ありがとう。ラジオです。ニムありがとう、大好きだよ。続きまして、うつたけさん、みちきちきちき、待って、ジュリーが声もっとでかくした方がいいって言われた。ありがとう、ジュリー見てくれて。うつたけさん、ありがとう。まいちゃんに表現の仕方好き。指先まで気にしたダンス良すぎた。ありがとう、嬉しい。サザエでしたって何？サザエって何？サザエって何よ？サザエって何？サザエが何だ？たけさん、でも私のこと最近なんか好きじゃなさそう。もともとから好きじゃなかったのかもしれないけど、ちさくさんがいっぱいツイートしてくれた時が懐かしいよ。もっともっとツイートしてね、待ってるからね。ありがとう。続きまして、ともさん、ありがとう。まいちゃん、いつもありがとう。これからもよろしくね。ありがとうございます、ともさん、嬉しい。トモさんは本当に最初の最初からずっと応援してくれてありがとう。そう、本当にね、
もうずっとずっといろんな時もそばにいてくれてありがとう。対面とかね、あのスペイベとかいろいろ思い出作ったと思うんだけど、これからもいっぱい思い出作ろうね。ともさんありがとう。続きましてかやちゃん、メジャーデビューおめでとう。つあけてもおめでとう。大阪でのライブ本当に嬉しい。絶対に行きたい。兵庫でのライブも早く実現しますように。まいちゃん大好きだ。ありがとう。本当にそう、兵庫でライブできるようにこれからも精一杯頑張るね。本当にできたら嬉しいね。ありがとう。髪型めっちゃ好き。ハーフツイン、巻きハーフツインかな。そう、それこそ巻きハーフツインね、ジェリーに似合ってるって言われてめっちゃ嬉しかった。巻きハーフツインが前一番似合ってるよって言われて嬉しかったの。ありがとう。ジェリーと感覚が同じなかやちゃんだ。ありがとう。私もハーフツイン好き。ありがとう。ありがとう。続いてはヘルシオ。母さん、メジャーデビューおめでとう。これからもまいちゃん推し、約束。すごい神推しになった。本当って、あーって言うはずじゃなくてないよな。それは現実ですよ。ありましたか。これからもあのもう確かめないでください。ニヤニヤまいちゃんですよ。ありがとう、ヘルシア。ニヤニヤまいちゃんですよ、母さん。ネモスケ、ネモスケもありがとう、いっぱい。ニヤニヤ。ありがとう母さん。本当に母さんのことが大好きだからね。なんかさ、母さんのことが大好きすぎてどうやって言葉で表そうと思うんだけど、なかなか思いつかなくて、それでそれくらい大好きってことだよ。君じゃないとですよ、本当に。だからよろしくね。ありがとう。続きまして、つよぽんさん、一生懸命歌ってた。ありがとう、つよぽんさん。これからもずっとずっと大好きでいてね、つよぽんさん。つよぽんさん、ありがとう。もうね、なんかパフォーマンスを見てくれる人ってさ、なんかとってもとっても嬉しいので、あのこれからもいっぱい前のパフォーマンス見て元気とかあげれたらなと思うから、大好きでいてね。ありがとう、つよぽんさん、いつもありがとう。ありがとう。続きまして、恭平さん、恭平さん、ありがとう。まいちゃん大好きです。これからも応援してます。ありがとう、恭平さん。ありがとうね。恭平さんと喋るの大好きなんだよね。いつもの画角もすごい好きだし、まいちゃんって言ってくれてめっちゃ嬉しいよ。恭平さん、いつもありがとう。お話し会で喋る恭平さんとのねやりとりとかもいつも大好きだから、これからも大好きでいてね。ありがとうね、本当に。一部もありがとう。これからもよろしくね。あわちゃんのこと私も大好きだよ。次は赤ちゃん、あ、赤ちゃんかな。メジャーデビューも決まって、リミスタもこれが最後だと思うとちょっと寂しいですね。たくさんサイン書いてくれてありがとう。全部大切です。大好きよ、前も大好きだよ。なんかさ、前もちょっと寂しいんだけど、本当にちょっと寂しいけど、なんかこれからいろんなさところに行くニヤズイをこれからもついてきてほしいし、なんか別れがある分出会いがあると思うから。でも私はあなたと別れたくないから大きめに名前を書いたぜ。書かれたんだよね。これからも前足前だけだよね。約束だよね。よろしくね。ありがとう。続きまして、マミタス、マミタス、マミタス、ありがとう。初めて来てくれたの嬉しいです。マミタス、ありがとう。いつも応援してるよ、まいちゃん大好き。ありがとう、嬉しい。本当にいつも応援してくれた、ありがとう。本当にメジャーデビューしてもこれからもね、いろんなツアーとかもあるんだけど、ずっとずっと大好きでいてくれたなと思います。マミタス、ありがとうね。嬉しい。これからも頑張ってください。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。これからもなんか楽しい配信にできてるかわかんないけど、続きまして、私はまた見てくれたら嬉しいです。ありがとう、ありがとう。大好きだよ。くしゃみして。続いてはポンさん。やばい、くしゃみ止まらんね今日。ポンさん、リムもありがとう。ボスかどうか考えたらリムに取り付けました。トモカちゃんの先輩の影響で汗に赤いがあるのまだ向いてません。大丈夫ですね。確かにそうです。確かにあのペコリムさんついてたので、はあ、待って、アレルギーかも。汗でも頑張るね。愛が重すぎアレルギーだ。
コンコンガチャ、昨日は私のスイート23パーティーこっそりと忍んでリミスタにお邪魔しちゃうどんぐらがしちゃう、ニャンニャンワンツー、あ、なんだか、はい、ありがとうございます、どんぐらがしちゃう、はい、潰れたありがとうございます、はい、リミスタにお邪魔してね、ありがとう、でももうお邪魔できるのもラストかと思って寂しいですけど、続いてはありがとう、思い出作って書いてありがとう、続きましてプアン、大好きなまいちゃんメジャーデビュー決定、全国ツアーおめでとう、これからもまいちゃんのこと支えさせてください、まいちゃんのツアーはずっと一緒大好きだよ、約束、はい、約束、ありがとうプアン、ありがとうプアン、ありがとうね、まるお続いては伊藤さん、プアンありがとう、なんかさ、全国はどこに会いに来てくれるの？ふわちゃん、全国はどこに会いに来てくれるんだい？へぇ、チャブ会いに来てくれるの？へぇ、メジャーデビューしたらまた会いに来てくれるの？へぇ、そうなんだ、いっぱい会いに来てね、ふわありがとう、全部行く、マジか、ありがとう、震えるわ、一番可愛い女の子で好きです、続きましてエマリちゃん、エマリちゃんさ、マジで会えてないよ、寂しいよエマリちゃん、そろそろ会いたくて、あっちはエマリちゃん、可愛いマリちゃんが大好きで涙が出てしまったんで、毎日頑張るマリちゃんは世界一偉い、あなたも偉いです、はい、今日もマリちゃんと強く生きる、まあ、強く生きてください、ずっと大好きでいる、ありがとう、嬉しい、ずっと大好きでいてね、エマリちゃんがさ、なんか覚えてないかもしれないけどさ、マリちゃんが一番なんか女の子の理想のアイドルになってくれそうって言ってくれた瞬間めっちゃ嬉しかったんだよ、ずっとしてくれてたでしょ、ずっと覚えてるからね、エマリちゃんの言葉嬉しすぎて、ありがとう、エマリちゃん忘れてそうやな、その言葉、ありがとう、ファーストコースで楽しかったよ、移動って大変そうだけど、やっぱ一人って立派だったし、覚えてる、広い会だったからね、みんなに届けられると思ってますよ、りょう、これからも大好きなのに、りょう、感じだ、え、待って、すげえ、りょう、感じじゃん、かっこいい感じなんだね、めちゃくちゃ、りょう、3、2部もありがとう、2部もありがとう、いつもひらがなだから漢字にしてみた、その先はエグザルト、毎日聞いてるよ、かっこよさ、頑張ります、たくさん思いつきましょう、ありがとうね、なんかハーフツインでやったらなんか可愛いみたいな感じになる、りょう、ありがとう、いつも漢字だもんね、じゃーん、綺麗ですか、新りょうは苦手なんですけど、読めてるよ、じゃーん、ありがとう、りょう、本当にやっちゃん、たくさんたくさん会いに来てね、ありがとう、りょう、愛してるよ、やっちゃん、ありがとう、続きまして、あかりちゃん、あかりちゃん、ありがとう、あのホームページで届けてくださいね、ありがとう、いーちゃんたくさんサイン来てくれてありがとう、ペンを変えたからまた違う感じになってた、この先まいちゃんの夢がたくさん叶いますように、一緒に夢を追いかけていこうね、大大大好き大好き、こうやって大大大好き、まいちゃん任務ありがとう、来週お話か、20秒のこのままが最高でしそうだよね、待ってる、知恵のところ私も忘れて、話せるの楽しみにしてる、本当対面来る楽しみにしてるね、本当にさ、本当にあかりちゃんといろんな素敵な景色を見ていきたいなって思ってるから、もうずっとずっと大好きでいてほしいよ、あかりちゃんいつもありがとう、大好きだよ、トラボレートはこの方々感じる出会いに違いない、よっしゃ行くぞ、キュンって来るくらい可愛かった、またお話しかけていく、大好きです、ありがとう、これからも春日もキュンってさせますね、ありがとう、大好きだよ、続いてはゆいちゃん、ゆいちゃん、ありがとう、まいちゃんの笑顔で毎日救われます、まいちゃんの声で毎日救われます、この気持ちがいつかまいちゃんにも届いて、届くよ、届いてるよ、いつも届いてるけど、よそ見は絶対にあかんくないっていう話、よそ見はダメですよっていう話だよ、だからよそ見しないでちゃんと見とったらいいんじゃない、人事みたいな言い方しちゃった、いいんじゃない、よそ見しないでください、ありがとう、続きまして
ベベさん、あ、ベベさんたくさんありがとう。めっちゃいろんな企画があると思うので一緒に盛り上がろうね。ありがとう。バイちゃんの歌も大好き、ダンスも大好き、笑顔もめっちゃ大好きだよ、嬉しい、ありがとう。じゃあさ、余計さ、なんかさ、近くでさ、見てさ、もっともっと好きになってもらえたんじゃないかな、ファーストコンサートで。だと嬉しいなっていう気持ちでいっぱいいっぱいです、本当に。これからもずっとずっとパフォーマンスも全部全部大好きでいてね。ありがとう、ベベさん。でもベベさんのこと大好きだよ。次は、ゆつき。続きまして。前川さん、ありがとう。自分もありがとう。自分本当におめでとう。席から自分が周りのことを見るってことかーわ。そこの曲をたくさん言うのを知ってくださいね。一緒させてください。まいちゃんの笑顔は世界一です。これからも眩しい笑顔をたくさん届けてください。全然眩しくて嬉しい。ありがとうね。これからもたくさん愛を眩しい笑顔たくさん届けていきますよ。前川さんありがとう。いつもこれからも大好きでいてね。前川さんの元に早く届きますように。なかなか行けないけど配信とかやありがとう。毎日頑張って偉い。ありがとう。いつも頑張って偉いです。これからもありがとう。ありがとう。続きまして細切りパプ、あ、パプだ。ゆうもありがとうね。ライブこれ一緒は。アスカちゃん、アスカありがとう。パッ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 。新生のももちゃんは素敵、友達に可愛くて猫ちゃんとハートしてくれてありがとう。大事な気持ちになりました。カラオケ大会できますか。うますぎる、自覚のが私。ありがとう、アスカ。本当に嬉しいよ。パソコンめちゃめちゃ良かった。可愛い写真もたくさん撮れてしまいちゃんの超素敵なパフォーマンスも昼夜生で見れてよかった。メジャーデビューおめでとう。ありがとう。メジャーデビューしてもこれからもついてきてね。本当にパップがいないとやだよ。本当によろしくね。ありがとうパップ。本当にもうねずっとずっと大好きでいてね。パップよろしくよ。忙しいと思うけど頑張れ。なんかね、わがままとかも可愛いので本当大好きよ。続きましてたまちゃん。たまちゃんたくさんありがとう。ありがとう。ちょっとこっち側から始めてみるか。いつも役になっちゃう。真ん中にかけたね。たまちゃんありがとう。夜公園での爆裂本当にありがとう。一緒に持ち橋できてトロコからスケドの海。そうなんかさ、と思ってたまちゃんいるじゃんってなったの。びっくりしちゃって。本当に一緒に持ち橋したね。結婚も OK してあげたけど、まあ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 その時はその時じゃんっていうとこね。ありがとうたまちゃん、これからも一緒にいてね。なんかすごい私がたまちゃんみたいになっちゃった、この書き方。続きましてさとし、ありがとう。ゲットザベさとしだ。教えてハンドルの猫からともちゃん別人でしたか。はい、別人ですね。あれはちょっと違う。少しありがとう。どうもどうもお疲れ様です。ファスコン楽しかったです。夜の公演でドロコに乗ってくるまいちゃんからレッスンもいただいてモチベが上がりました。またお話ししようね。レッスンさせてよ、早く早く会いに来てくださいよ。サトシ本当に待ってるからね。サトシ早く会いたいですよ。サトシいつもありがとう。2枚目なんかたくさんありがとう。ありがとう海。嬉しい。そうファンのみんなのこと大好きだから海のことも大好きだよ。それからもすぐ行きます。待ってね。ありがとう。続きましてりのちゃん。あ、りのちゃん2枚目ありがとう。次はマカオの豚りのちゃん。りのちゃんありがとう。大好きなまいちゃん、まいちゃんのこと好きになって毎日が楽しくて幸せだよ。いつもありがとう。前橋にもまいちゃんのこと幸せにしてね。もうね、好きになってくれた時点で幸せだよ。いつもありがとう。本当になんか本当に推しとかができると幸せになってくれる気持ちがとても嬉しいよ。大好きだよ。りのちゃんありがとう。本当にだからいっぱいありのつん、ありがとうね。本当にいっぱい思い出作っていこうね。ありがとう。それからも大好きだよ。ありがとう。続きましてゆたりんさん。まいちゃんね、まいちゃん今日すごい仕事だけどまいちゃんがファイティーンね。ずっと思うんだけどさ、ゆたりんさんのツイートのさ、ファイテーンって何なの。ファイテーンやばいんだけど本当になんか可愛いね。多分頑張るって言ってるんだろうけどさ、めっちゃ可愛い。ファイテーン、私もファイテーンする。可愛くかっこいいのをずっと倒して応援する。ありがとう。ね、ファイテンだね、本当に。
ってことはゆかりんさんは今仕事をファイテしてるのかだから私もゆかりんさんのこと応援するね。ありがとうゆかりんさん、これからもよろしくね。ね、なんかツイート見ててね、思ってたのファイテンって何なんだろうって。でもね、嬉しい。こんにちは、これから仕事ファイテン、ありがとう。続きまして、みちるちゃん、まいちゃんが大好きだよ。ありがとう、まいもみちるちゃんが大好きだよ。好きにしたいけど言えない感情、どうしたらいいでしょう。好きになってもいいから、好きになってるってか、好きになってるでしょ。じゃーん、ありがとう。真ん中右耳に書いたみちるちゃん、まいちゃんが大好きだよ。まいもみちるちゃんが大好きで、3枚目対面だよ。ね、対面だよ。ジェシー、ジェシーも2分もありがとう。対面みちるちゃん楽しみにしてるよ。痩せよう痩せよう、私痩せちゃう。もうみちるちゃんに会うためなら何でもしちゃうよ。ありがとうみちるちゃん、愛してるよ。これからもずっとそばにいてくれると嬉しいです。みちるちゃん大好き。ありがとう、ありがとう。私も愛してるよ。おしゃれしてきてね。おしゃれ、私もおめかしして。続きまして、ももこちゃん、2分もありがとう。対面もう少しだから少し間空いちゃうけど、やだ、相沢くんの寂しいから無理。なおちゃん、ありがとう。やっと私のことが大好きになってくれたと思ったのに、相沢くんも無理。ももこが言うたら毎日仕事頑張ってるよ。タイムしますよ。相沢くんなんだよ。はい、ラブユー、ありがとう。私もアイラブユーだよ。なお、本当にももこちゃんありがとう。ももこありがとう。相沢くんなんて許さないけど、真ん中目に書いてる。続いてはゆうやくん、許さないよ。ゆうやくん、これからもずっと一緒にいてね。ありがとう。感謝祭も2公演とメキラスを楽しみ。ビブスいてないの、ももこ。ありがとう、ビブスめっちゃ嬉しいから。まだももこビブスたくさん。やばやば。ありがとう。続きまして、たけさん、はじめましてのサイン会です。ファーストコンカメコで初参戦ですが、フォルダがまいちゃんだらけでした。毎日ももきゃのこと考えてるくらいももきゃ大好きオタクなので、これからもずっとそれはもう私のことが大好きってことでええか。たけさん、ありがとうね。ねね、嬉しい。これからもももきゃのこと、たけさん、これからもさ、ずっと一緒にいてね。本当に嬉しい。フォルダが私だらけだったんだ。初対面も楽しみ、初対面か、初対面もね待ってるよ。ありがとう、嬉しいよ。これからも一緒にいてね、たけさん、ありがとう。バイバイ。嬉しい、たけさん、ありがとう。フォルダーがまりだらけになったのに、私のこと大好きやん。はい、続きまして、ゆずみかんちゃん、あ、ゆずみかんちゃん、前お話ししてくれてありがとう、楽しかった。いたちゃんも2分ありがとう。またいたちゃんとお話できるの楽しみですね。話が待ってるよ。ありがとう。これからもずっといたちゃんのこと大好きです。ありがとうね。みーかん、うん、こちらちゅーん、まいちゃんでメジャーデビューおめでとう。新曲のその先はエグザイルとも、曲も MV もかっこよくて大好きです。また絶対会いに行くね。待ってるね。ありがとう、ゆずみかんちゃん。お話いっぱいしてくれてありがとう。これからも大好きでいてね。ゆずみかんちゃんがね、あの、会いに来てくれることがすっごい嬉しいです。これからもよろしくね。おばあちゃんではない。続きまして、あ、ひろあきさん、ひろあきさん、聞いてると仕方のギャップ可愛すぎる、嬉しい。あ、朝の大事に来てます、ね、ありがとうね、本当に大好きです。ひろあきさん、ありがとう、はい。ファーストコンサートすごく良かった、楽しかった、お疲れ様でした。ファーストツアーにメジャーデビューおめでとう。これから応援していきます。もうありがとう。ひろあきさんとそろそろ喋りたいです。喋りたいから、ひろあきさん不足なのでこれから喋らせてください。お話待ってますよ。メジャーデビューしてもこれからも私についてきてくださいね。大好きだよ、ありがとう。いつも続いてはさかえら、続きまして、あざらめや、エッセホイセエッセホイセ、どうも、働き者のバームロールざらめです。今ちょうどパイナップルの芯を取る仕事をしています。いやー、しみる、目にしみる、たくさん食べよう。仕事頑張ってね。続いてはみおんちゃん、ももちゃん一部に続き二部もありがとう。こちらこそ、この間アットジャムでしてた髪型大好きだからたくさんしてほしいな。あ、このやつか、いっぱいする、ありがとうね。ももちゃんの間にズブズブです。もっと仲良くなりたいな。仲良くなの、お話し会とかも待ってるね。あ
おめでとう、夢を歌うグループの夢への新たな一歩。こうなるはずじゃなかった。パイナップルの芯を取る仕事って何？パイナップルって芯あるの？やばい、こんな発言をしたらみんながバカって言うでしょ、私のこと。あ、まいちゃんまたって言うでしょ。目にしみるってそれ玉ねぎだから。パイナップルは多分知らないけど染みないでしょうが、多分絶対染みないよ。大丈夫大丈夫、その仕事続けなさい。ありがとう。続きまして、もえもえちゃん、ありがとう。ありがとう、助かりました。そのおかげで一番ということを知れました。これからも一番というかオンリーワンですから、よろしくお願いします。ね、もいちゃんありがとう。まいちゃん、エグザルと結婚もパフォーマンスも世界観も全部全部めっちゃ好き。まいちゃんポニティだし可愛すぎる。一生聴いただけたよ。そう、もう本当にね、もうね、エグザルとはかっこいいよね。ちゃ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 、あそこのロマンティックで可愛かったもんちゃんがみっちゃんのお姉さんっぽく言えました。あ、本当に嬉しい。そう、私とみっちゃんは本当にお姉さんかっこいいよね。これからもたくさん聴いてね、エグザルよろしくね。ありがとう、今日もありがとうね。ミニ運動会イグザルト、私も大好きなの。待ってるね、待ってるね、ありがとう。続きまして、まゆ、まゆさん2枚目ありがとう、嬉しい。いつも可愛いヘアアレンジしてて毎回アップされて楽しみです。今日は三つ編みです。また写真アップするね、まゆさん見てね、まほちゃん、ありがとう、ありがとう、まゆさん、じゃーん、まゆさんありがとう。2枚目もありがとう。これからもたくさん思い出作っていこうね。ツアーも楽しみにしててね。まゆありがとう。見られて嬉しい。ファーストコンサート最高だったよ。ありがとう。こちらこそありがとう。続きまして、ちはやさん。デビュー決定おめでとう。ありがとう。デビュー決定おめでとう。人生でこんなに嬉しい気持ちが溢れたりしてるの初めてかも。初めてもらった。舞が笑ったり泣くとき同じ景色の中にいられたら嬉しいな。この先もそばにいていいかな。ぜひ話し会イベントコンサートだったらありがとう。そばにいてくれないとやだよ。本当アラスさん、いつもありがとう。こちらこそだよ。また手紙とかも待っていいかな。手紙大好き。逆にそばにいてくれないと寂しいからいてくれますか。本当に本当にね、かけてくれる言葉一つ一つだったりとか行動とかすごく大好きだから、これからもずっとずっと私が、私のそばにいてくれると嬉しいし、応援して一緒に素敵な景色見ようね。ありがとう。私から待ってるね。大好きポイント教えてください。ちはやさんありがとう。待ってるね、ありがとう。続きまして、ゆっかちゃん。ゆっかちゃん、ファーストコンサートお疲れ様。生で可愛いまいちゃんを見えて忘れられない時間になった。ファンさんもありがとう。そしてデビューとツアーありがとう。ゆっかちゃんありがとう。デビューとツアーも会いに来てくれますか。会いに来てね、絶対に。ゆっかちゃんまたファンさんするからね、絶対に会いに来てね、よろしくね。大好きだよ、愛してるよ、ラブラブ。ゆっかちゃん絶対にね、お話し会とかも会いに来てね、よろしくね、大好きだよ。続きまして、あやぴょんちゃん。あやぴょん、待って弟いたでしょ。あやぴょん、ありがとう。僕らはジェニー兄弟か、ジェニーヒア。あやぴょん嬉しい。生まれ方があるので何かあった時よろしくね。なるほど、学びました。ジェニーヒア派ですか。よろしくお願いします。待って、間違えた。ごめんね、あやぴょん。ありがとう。顔に続きます。ちゃんじゃん、髪型とか全部見せて。あやぴょんありがとう。本当にお立ち台に行けてよかった。あやぴょんと出会うきっかけになれてよかった。フルはファーストコンサートのお立ち台に来たまいちゃんを見て可愛くて推すことに決めました。推し名を決めかねた私を前推しに導いてくれてありがとう。9月の対面待ってますよ。ありがとう、あやぴょんありがとう。これからよろしくね、対面よろしくね、ありがとう。ツイッターとかも待ってるね。あやぴょんありがとう。これからもよろしくね、大好きだよ。ありがとう。今日も可愛いデビューリーダー発表ありがとう。その瞬間続きまして、かやちゃん2枚ありがとう。山田桃花を応援していきます。ありがとう。さくら、はい、じゃあカクカクで書きます。ありがとうね。これからもいろんなことさくらと提言していきたいと思いますので、思い出いっぱい作ろうね。ありがとう。続いてはカメカメタル。カメタルもリブありがとう。ツアー初日、クリスマスは桃くんの一緒にするの今から楽しみ。はい、ありがとう。おもちゃさんからのプレゼント待ってるよ。タイムの話が行くのでよろしく。ありがとう。タイムももうすぐだからめっちゃ楽しみだね。
クリスマス一緒に過ごそうね。サンタモモさんで会いに行くね。ありがとう。かやちゃん、両方カクカクと、なんかちょっと弾きたいみたいに書いてるよ。かやちゃん、たくさんありがとう。イグザルトのまいちゃん、かっこよくて大好きです。髪型も衣装もめっちゃ好き。どんどん表現力上がってて、本当にすごい。これからもずっとまいちゃんのこと応援させてね。ありがとう。こちらこそ応援してくれてありがとう。本当にイグザルト、私も大好きだから、いっぱいいっぱい MV 見てください。ありがとう。大好きだよ。愛してるよ。これからもいっぱい大好きでいてね。本当に。はや、たくさんありがとう。リンチーありがとう。運動会の魅力で励ましたいな。ちょっとお水飲みました。強くは対面のお話し会できるから楽しみにしてる。赤ちゃんのピンテル本当に超可愛いです。愛人中、ありがとう。愛人中だよ。本当にありがとうね。運動会の魅力あるから、そうです、近くで会えたらいいね、はい、ありがとう。続きまして、カンさんにもありがとう。サンピン、カンさんありがとうよ。カンさん、たくさんありがとう。このイドリクスで自分が撮った写真をテクスに載せてくれてありがとう。じゃーん、ありがとうね。早速もたくさん撮れました。運動会とカラオケ楽しみにしてます。こちらこそいっぱいありがとう。本当に写真上手だよね。いつも楽しみに待ってるんだ、見せてくれるの。ありがとうね。ニブもこれからも大好きだよ。カクカク、今月の対面お話し会たくさん話せるのでよろしくお願いします。カンさんありがとう。たくさん、カンさんありがとう。カンさんがそばにいてくれるから頑張れるよ。いっぱいいっぱいイグザルトマイさんが届くと思うので、またお話し会のあの壁にマイさんを追加してくれるととってもとっても嬉しいよ。いっぱいいっぱい応募してくれてありがとう。これからも一緒にいてね。はい、約束だよ。いつも約束だよ、カンさん。続いては、ポッタネ。ありがとう。私だけ見え、しか見えない目。ありがとう、カンさん。ニムもありがとうね。続きまして、ニム、ニムたくさんありがとう。嬉しい、ニムたくさんありがとう。こちらこそたくさんね、名前呼ばせてくれてありがとうね、ニム。まいちゃんが大好きだよって、私もニムのこと大好きだよ、本当に。続いては、嬉しすぎる。一個は、なんか私の字体で書いて、もう一個はなんかニムっぽく書きました。ニムってこんな感じかなと思って書きました。ニムありがとう、ニムにもありがとう。見て、半数のところにさせる、これ。ありがとう、ニム。これからもずっとそばにいてね、本当に。私のことを大好きでいてくれたら、もうそれで幸せです。かわいい。ケンケンありがとう。ありがとう。今回デビュー決定おめでとう。ありがとう。あの大きな会場、4人の魅力でいっぱいできるジョイちゃん、たくみだ。楽しみ。もうやだよ、たくみだ。ありがとう。私もやだよ、たくみ。ありがとう。ありがとう。イグザルクのまいちゃん、かっこよすぎて一番好き。ほんま、ありがとう。ありがとう。たくみ、これからもずっとずっと大好きでいてね。たくみ、たくさん会いに来てね。ツアーも会いに来てね。メジャーデビューしてからも大好きでいてね。ありがとう、たくみ、大好きだよ。続きまして、あ、ネオフィズだ。ずっと大好きよ。たもありがとうね。いつもお話し会もたこと喋るの楽しいし、いつも可愛くしてきてくれるのも本当に幸せだよ。たこがいるから本当に私も頑張れるから。ありがとうね。運動会がカラオケ大会してくれるの待ってるね。ありがとう。次はポテちゃん。この夏はイベントにライブに盛りだくさんで思い出が作られて、レシカチは特にタバースめっちゃ最高だった。じゃーん、たくさんやったりな。大好きだよ。ありがとう、ポテ。本当にピズニャンニャンピズだよ。ありがとう、2枚もいつもまいちゃんがライブで見つけてレッスンをくれるの本当に嬉しいです。幸せ、ありがとうございます。見つけたらこうしちゃう癖がついちゃうくらいに見つけちゃう。もう私のことを、あ、ね、一時期さ、ヘッダーオレンジにしてた時あった。なんかさ、オレンジにしてたかなと思ってさ、見に行ったらさ、なんかみつきに変わってたから。ありがとう。なぜ気のせいかもしれないけど、気のせいじゃないかもしれないから聞いておこうと思って。ありがとう、にゃんひず。これからも大好きでいてね。ありがとう。アリサイフありがとう。最近の高めツイン
ももちゃん可愛すぎるロールみたいな、ね、続きまして大好き、ちはて、大好きだ、ありがとう。まだ次の僕にとってまいちゃんの頑張る姿が毎日の道しるべです。心の奥底からまいちゃんが好きです。今これからもやらせてね。いつか絶対てっぺんで一緒に泣こう。まあ、大好き、マジで好き、ありがとう、嬉しい、大好きだよ。私も本当になんかさ、あのずっとなんか私のことを応援してくれてさ、本当にありがとう。もうね、最近は頑張る力全開なので、もうブンブンブン飛ばしていくから、マジで時速100億キロくらいでいくから、マジで飛ばされないようにしっかりしがみついてついてきてくださいよ。じゃないとダメだからね。ありがとう、これからもよろしくね。ありがとう、大好きだよ。マジでマジで飛ばすよ。続きまして、かよちゃん、かよちゃん2枚目ありがとう。大好きだよ、私も大好きだよ。りょうきいつもショールームとかもいっぱい来てくれて、まいちゃんの可愛い声も好きなのですが、マンボの声やライオンセリフなどいろんな声も出してびっくり、才能届いてるね。ママからもらったものだね。ママパパからもらったものです。私は声がねちょっとね独特ってよく言われるんですけど、わかんないけど、でもね、なんかそんな独特の声も愛してあげたいなと思いますよ。ありがとう、かよちゃん、いつもサイン会ありがとう、大好きだよ、これからもよろしくね。みゆみゆちゃん、みゆみゆ、続きまして、ななこちゃん、ななこだ、サインありがとう、ななこサインまたありがとうね、嬉しかったよ、もうダメだよ、もらう、これからももらっていいね、イコノイジョイではたくさん幸せくれてありがとう。トラムキャリーでまいちゃん見られて好きが止まらない、好きが止まらない。次はさいちゃん、好きって言ってくれたのを忘れないよ。ツアー向けツアーどこ来るの教えて教えて、ツアーどこ来るの教えて、もう絶対にレッスン来るから楽しみにしててね。ななこのこと大好きだよ、愛してるよななこ、ありがとうななこ、本当に本当に、ななこがさ、まいのことを大好きって言ってくれることが本当に幸せだよ。ななこいつもありがとう。続きまして、ポクポクありがとう。ニブもありがとう。ポク、あ、お疲れ様、これ昨日全部全部決まったのですが、嬉しかったね。私が頑張るのは全部全部多かったので、全部全部多くの理由で、これからもよろしくね。ファーストコンでメンバー紹介の時、隣の席の人が大声で他面の名前を叫んでいたのに対抗して、あなたの番でまいちゃーんと叫んだつもりが声が小さすぎて気まずかったです。あら、まあ大きな声で叫んだのにダメじゃないの、もっともっと大きい声出せるようにちゃんと日々練習してくださいよ。発声練習から始めてくださいね。よろしくお願いします。ポクポクありがとう。じゃーん、家に頑張ってます。なるほど、モーカーっていう名前もちょっと私言いにくいよね。私も発見しようと思います。続きまして、ありがとうね。あ、リブもありがとう。またやってやるの。次はキャマー。キャマありがとう。またやってやるの、この人。リブも本当に嬉しい。またやってやるの。本当に最高のライブだった。おばあちゃんも好きだし、確かに。またやってやるの。楽しかった。パフォーミングもこれからの年齢が楽しみ。ありがとう。これからもまたやってやるの、この方。これからもずっと見守っててね、大好きだよキャパ、ありがとう。いつも続いてはヤマト君。じゃーん、いろんな書き方で書いてきました、ルカたちです。ありがとう。コメント、あれ見えないです、コメントがない、どうしますか。ありがとうルカたち、いつも本当にルカたちのさ、あのルカたちのツイも好きだから、今日はルカたちっぽいツインだねと思いながら前コメントしたんだけど、どうですか。好き派、普通に大好きだよ、ありがとう。はい、好き、 ありがとうございます、好きいただきました。これからも毎日どこと優先でカメコしていてくださいね、よろしくお願いしますよ、じゃないと知らないよ。ちょっと待ってね。ありがとう、キャンディス・サヒデキも嬉しいです。ミニミニ東京のカラオケ大会の横浜にやった全力で愛するね、桃花だけを見てるね、あと最後の試験を無力に止まるといいなっていう、はい、超究極大好き、セナありがとう、大好きやば、まいちゃん大好きだよ、これからもずっと応援させてね、アジになってくれてありがとう、まいちゃん応援できて幸せです、ありがとう、セナ大好きだよ。
私もセナがさすごいさたくさん応援してくれてるのを見て嬉しい気持ちになってるよ。セナいつもありがとう。セナのねネイル今どんな感じなの教えて。セナ教えてセナっていうハッシュタグ教えてセナ教えてね。いろいろセナ大好きだよ。これからもずっと一緒にいてね。セナ大好きよ。愛してるよセナのこと。マンボの時も可愛い。どう卒論大変だよね。頑張ってね。応援してるよ。続きまして、マグありがとう。マグ、ニコありがとう。イベント。待って。イベントありがとう、サイン。嬉しい。ファーストコンサートお疲れ様。最高に可愛かったし楽しかったです。マグ、ラリーのアイディアを最強でした。いつも活力をくれてありがとう。嬉しい。こちらの方もありがとう。1枚目、マグちゃん。2枚目が働いて、マグ。やば、私にそんなこと言わせんの。続いては私は重要度をあんまりしてほしくないタイプの人だけど、まあマグがそうやって言うなら仕方ないよ。じゃマグちゃんじゃないから余計さ価値観が出るんだけど、私の顔でさらいてもさみたいな感じなんだけど、怖いよ。そんなこと思ってないからね。ただね本当にね衣食住確保できるくらいのね働きはねやんないといけないから、マジで人生で大変だと思うんだけど、お互い頑張っていこうね。あの大好きだからねマグのこと。あのマグちゃんと見せかけて働いてマグさんって、なんか一気になんかあのなんていうの外行き前さんになったけど、まあいいか。ありがとう。ありがとう。ついに行きまして、この扉を開けちゃった。初めてのサイン大切にするね。ゆいこちゃん、ゆいこちゃんだ。ゆいこちゃんありがとう。あれ閉めてたっけ。あ、ゆいこちゃんありがとう。ファーストコン、ね、お疲れ様。やっぱりまいちゃんが大好きだなって実感したよ。まいちゃんって SNS 届いてるかな。届いてる。あのあれだよね、あのお話し会のやつだね。ありがとう。いつもまいちゃん、あと SNS 届いてます。まいちゃんとの思い出もっと幸せますように任せてください。ありがとう、ゆきとりょうまさん。ありがとう、ゆきちゃんとりょうまくん。これまでつけてきた作ってきたものがあるやん。ありがとう、ゆいこちゃん。そろそろ会いたいってマイが言ってます。ゆいこちゃんの顔を拝みたいって言ってます。ゆいこちゃんのハーフツインを拝みたいって言ってます。この気持ちをどうこうに持っていけばいいんですかね。ゆいこちゃんそろそろ会いに来てよ。やだよやだよ。頑張ってね。よろしくね。続きまして、よっしゃ行くぞ。頑張ってる姿を見ると自分も頑張ろうと思うし、何かに悩んでる姿を見ると自分も真面目に考えたくなる。毎日を支えてくれてあり。めっちゃいいこと書いてるよ。まいちゃん、まいはもうすでに十分に経験あるよ。ありがとう。ありがとう。そんな素敵なことを書いてくれる。ありがとう。嬉しい。なんかありがとうね、本当に。なんかさ、そういうことを言っていただけると本当に嬉しいし、頑張ろうと思うし、もちろん前もエッシャンがね生きがいだし、頑張ろうと思えるきっかけだから、いつもありがとう。お話し会も待ってるね。大好きだよ。お仕事も頑張って。大好きさんですよ。私もポーターのこと、これからもじゃあ桃花専属教育ということでいいですか。続きまして、山谷りんごさん。道のくプロレスで覆面プロレスラー、すごい。プロレスってこういうこと？すごい。危なくないの？次はアキちゃん。大丈夫なの？応援してるけど危なくないの？気が気をつけてね。てか名前が可愛いね。山谷りんごさんって夢みたい。オンライン楽しみにしてるね。いっぱいあきちゃんのこと知れたら嬉しいな。待って、本当に？すごいね。頑張ってね、応援してるね。ゆなちゃん、発端横浜行きました。これからもリアルそしてまいちゃん応援ありがとう。山谷りんごさんか。山谷りんごさんありがとう。かわいい名前が。これからもリアジョイも応援してください。プロレスラーも頑張って応援してる。また教えてね。ありがとう。プロレスか、すごいね。しかも覆面か、かっこいいね。で続きまして、あ、鈴鹿や。鈴鹿だ。
鈴鹿。はい、ありがとう。ファーストコンサートお疲れ様でした。ユーロ公演のアンコールで見つけてくれて本当に嬉しかったです。モーポーズもありがとう。大好きだよ。モーポーズありがとう。全部も嬉しい、見つけられてよかった。これからもよろしくね。あ、美容院だったの。え、なんで鈴鹿ありがとう。じゃん。鈴鹿いつもありがとう。本当に鈴鹿のおかげで私は頑張れてるよ。メジャーデビューしては絶対についてきてね。もう本当についてこないとやだよ。本当にずっとずっと大好きでいてね鈴鹿。ニコも応募してくれてありがとう。早く鈴鹿の元に届きますように。毎日しんどいけど頑張ってね。応援してるよ鈴鹿。いつもありがとう鈴鹿。兄さんだよ。続きまして、あ、マサさん、マサさんや、マサさん最近ツイート少ないけどな。マサさん、ありがとう。リーさん、リーさんのファーストコンサートのカメコめっちゃ好きすぎて、あのリーさんのカメラに乗ってめっちゃファーストコン良かったです。ありがとうございました。マサさん見て、マサさんありがとう。嬉しい。マサさんこれからもいっぱいツイートしてね。いっぱいいっぱい前のこと大好きでいてね。またお話し会とか待ってるね。マサさん待ってるよ。ありがとう。メジャーデビューおめでとう。まだ宮川監督ライブは行ったことがないので、いつか行ってみたいです。その時は桃花ちゃん推しのグッズ持って行って応援するね。ありがとうゆりちゃん。ぜひぜひ宮川の、ライブ来てほしいな。台湾とかもあるし、ツアーが、ね、待ってるから。続きまして、ケイさん、ケイさん、またサッカーの話したいからさ、お話し会待ってるよ、ケイさん。ちょっと話したいことがあるんだよね、私、ケイさんにめちゃくちゃ。そう、いつも変わらず応援してくれてありがとう。少しでもお返しできるように、うん、こちらこそケイさんありがとうね。本当にケイさんとさ、サッカーのお話ししたいからさ、ちょっとお話し会待ってるので、ぜひぜひ来れる日程は覚えて待ってるね。本当にその時のために私は言いたいことをまとめてしますね。ありがとう、ケイさん。あの、指がなくなっちゃったので、これからサイン書きながらお名前も書くように。続きまして、仙国さん。あ、2枚目も、2分もありがとう、仙国さん。仙国さん。イブもありがとう。個人的にマイマイのポニテが可愛くて好き。はい、ポニテ好きなの。ファーストコンサート最高でした。ステージ上のももちゃんが可愛すぎました。これからもずっとファーストコンは好きが詰まってて一生忘れられない思いになりました。ありがとう、ね、仙国さん、これからもマイのこと大好きでいてね。前押しですか仙国さん。これからもずっとラブでいてくださいよ。マイしか見てないとやだよ。本当にこれからもよろしくね仙国さん。ありがとう。そう、書き立てのやつですね。続きまして、りょうさん、いっぱいサインありがとう。全部宝物だよ最近。あ、そうなんだ。リフトたまに投げるけど今まで少なかったから実は恥ずかしいです。全然待ってるよ。でも断り続けちゃうけどね私は。私は断り続けちゃうけど、それでもよかったらぜひぜひ待ってますよ。まあ、気分によって OK するかもだし、せんかもやしって感じだから、気分屋さんのまいさんにぜひぜひついてきてください。お願いします。りょう、ありがとう。たくさんりょう、ありがとうね。気分屋まいさんにこれからもついてきてね。ありがとう。ありがとう。宝物にしてください。これからもね、ニアジョリいっぱいの秋とクリにしましょうね。ありがとう、みちおさん。これからちょっと続きまして、たまちゃん。あ、たまちゃん、ありがとう、たくさん。たまちゃん、ありがとう、たまちゃん。イグザルトマイちゃん4枚目。今回はたくさんサインありがとう。運動会に対面お話し会もあって、マイちゃんにたくさんいい手を。ありがとう。運動会、わー、運動会頑張るね。じゃあマイ頑張っちゃうよ。腕が鳴るぜ。あと何日だ。だけどあれだわ、私あれだわ、ちょっとあと何日か、走りますね。ありがとう、頑張って走って運動神経上げちゃうね。ありがとう、たまちゃん。続きまして、ゆたりんさん、ありがとう。ゆたりんさんもお仕事行っちゃったのかな。嬉しい、頑張ってるのかな。頑張ってるといいんだけどね。嬉しいよ。まいちゃん、ファーストコンサート見に行きました。すごく感動しました。ありがとうね。目が輝いてる姿すごく好き。ありがとう。あのうちゃんもありがとう、見えてたよ。ゆたりんさん、私ね結構視力悪いんだけどね、あれは見えたよ。いつもありがとう。ありがとう、ありがとう。ゆたりんさん、これからもよろしくね。
ャーデビューファーストツアー決定おめでとう。これから続きまして、かほちゃん、ヤッホー、カピカピ、あ、カピカピだ、カピカピ、大好きだよ、ありがとう、これからも愛増しまして、よろしくお願いしますね。やっぽカピカピだよ、ひめおばあちゃんの欲しいから名前を変えてよ、ツアーおめでとう、デビューおめでとう、これからもまいちゃんを全力で応援させてください、ツアーもデビューもあなたのおかげだよ、本当にいつもありがとう、かほちゃんありがとう、カピカピ、近々お話会待ってる、ツアーも大阪絶対に会いに来てね、約束だよ、はい約束、会いに来てて、会いに来ないと怒っちゃうから、続きまして、かなやさん、めっちゃ嬉しい、ありがとうね、またかなやさん、じゃあムーンはね、ちょっとかなやさん、マジでさ、ほんまに泣いてておもろかったって言おうとしたらとっても嬉しくて号泣しててごめんやって、一緒にね、なんか嬉しかった、私に会えたら、私からしたらね、私という存在に合ったことで泣いてくれる人がいるんだと思ってびっくりしてとっても嬉しかったよ、運動会もツアー大阪も行くからね、待ってるよ、ありがとう、本当に私のことを好きになってくれて推してくれてありがとう、大好きだよ、ありがとうね、本当にツアーも楽しみにしてるね、ありがとう、続きましてまみちゃん、ファーストコンサートダンスも表情も完璧でより好きになったよ、来週は大感謝祭に行こうよ、お、ありがとう、再来週は対面お話し会に参加するの待ってる、くしゃみしそう、ニコもありがとうね、くしゃみが出なかった、はい、マミちゃんありがとう、マミちゃんファーストコンサートマジでさ、マミちゃんにレッスン送りすぎてごめんねって思いながらね、めちゃくちゃ目合わせたけど、マミちゃんが超可愛くて大好きですよ、マミちゃん、マミちゃん顔がもう顔が可愛い、特に顔が大好きです、マミちゃんも、マミちゃんもね、あのマミちゃんが いるって分かった瞬間にね、嬉しすぎてね、ちょっとねニコニコしておりました、これからも前のこと目離さないでね、マミちゃんありがとう、マカオの豚ニコ、続きまして、まあ、あ、まあ、ありがとう、まあだ、まだお話し会とか行ったことないけど絶対行きます、これからどんどん成長していく高橋舞、応援させてください、大好き、前もまあ出会ってくれた、ありがとう、まあ本当にお話し会待ってるから、近々ぜひぜひ応募してね、待ってるね、オンラインも待ってるからね、対面も待ってるから、まあぜひぜひ会おうね、まああとこれからたくさんいろんな思い出作れるの楽しみにしてるね、まあありがとう、続きましてごまだんごちゃん、ありがとう、大好き、マジで愛、マジでこれからもずっと求めるよ、本当に愛おしい、情愛求め、求愛、情愛求、情愛求愛求まい、合ってるよ見方、分からへんけど、なんかすごい、これもミックスなのかしら、分からないけど、ごま団子ちゃんありがとう、譲る、合ってる、分かんないや、まあいっか、本当に。ごまだんごちゃん、たくさんありがとう、愛してるよ、食べて会いたいありがとう、ありがとう、いつも続きまして、うっちーさん、うっちー様ありがとう、あ、ご近所もありがとう、前もありがとう、うっちーさん、ありがとう、ファーストコンお疲れ様、デビューアルツアーおめでとう、これからもたくさんの思い出を作りに、そしてもっと素敵な景色を見に行こうね、バモス、まいちゃんバモスそう、なんかね、サッカーね、なんかさ、ヴィッセルの試合も見に行きたいし、東京の試合も見に行きたいしでね、すごい悩んでるから、またそのこともお話しさせてほしいな、うっちーさん、だからお話し会もあってるね、うっちーさん、いつもありがとう、たくさんサッカー見ようね、ありがとう、はい、できました、ありがとう、萌えぞ、これからもずっと萌えぞのこと大好きだよ、続きまして、てい、おいこら、れんりちゃんこの一生この名前で呼ばないって言ったけど、そんな無理です、前のことしかし好きじゃない、前とも教えできてるので、ね、デビューおめでとう、一生前を信じてる、前も信じたいからさ、
普段からアメとムチの最高のももかさん、ちょっと願い事をするのは何かありますか？前が寂しくなるようなことはしないでね。なんだろう、でもだよ、まあ一旦押しですよね、もちろんですよね。じゃないとやだよ、これからも前の人たちでいてねって言ってもなりそうだけどね。ありがとうございます。だから約束だよ、ありがとう。続きまして、ごま団ちゃん。ごないよ、ごないのはわざとなの？ゆうたそうさん、ごないのはわざと。その前のファーストコンでももかを押してくれました、嬉しい。本当に9月の対面が始まりましたが、こうかないのはわざと。まいちゃん、まいちゃん、まいちゃん毎日頑張ってるよ、えらいよ。今一番伝えたい言葉はアイドルになってくれてありがとう。まいちゃんが好き、楽しみにしてるね。はい、すごい、ありがとう。さっきからたくさん、本当にあなたは個性的なのですごく可愛く見えてね、すごく個性的な方なんだなということが再確認しました。そしてさらに愛があふれたことを今ご報告します。ありがとう。私を思って帰ってくれたのがとても嬉しいよ。だからもよろしくね、ありがとう、大好きだよ。続きまして、バームロールザラメ、あ、わぁあわーとか言った。ちょっと楽しみになってる自分がいるんだね。ね、なんで今さっきはザラメがさ、ひらがなだったのにさ、今回はさ、バームロールがひらがな。どうも毎度お世話になってます、酒場のザラちゃんことバームロールザラメです。今日もエッサホイサー働いてます。まいちゃんも、まいちゃんも声に出してエッサホイサすると元気出るよ。ありがとう、りーちゃん。エッサホイサ、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 元気出ました。はい、ありがとうございます。元気出ましたよ。はい、元気だな、とっても元気だな、めっちゃ元気めちゃくちゃ元気です。ありがとう。はい、休んでください、本当に。そろそろ会いたいです、ありがとう。続きまして、さおちゃん。さおちゃん、ありがとう、たくさん。さおちゃん、ありがとう。ありがとう、さおちゃん。ももちゃん、漢字で書いてくれたらありがとう、さおちゃん。まいちゃん久しぶり。この前ファーストコン行ったよ、かわいすぎてたくさん目で落ちちゃった。ポニキルのパートもかわいすぎたし、たくさん元気もらえた、大好き。これからも私の救命を私はちょっとお医者さんですか？ちょっとあなた遠いからいいからいいでしょ。ちょっと大きく歌えないけどさ、かわいいよね、本当に。会いに来てくれてありがとう、さおちゃん。これからも前のこと大好きでいてね、本当に。さおちゃんがいてくれるから私も頑張れるよ。さおちゃん、あれ、お話し会とかまた会いに来てね、大好きだよ。さおちゃん、ありがとう、本当に。たくさんありがとう。これからも好きでいてね。アウトカイト対面待ってるね、ありがとう、本当に。嬉しいな。続きましてドクターになってます。ルカテチ全然何もバカなことになります。どうやってここに。次はミツキ。なんかミツキって言うといつもさ、みっちゃんが頭に出てる。ミツくんです。ももかの好きなところを発表していきますと、お願いします。ルカテチ青森性格、バブなお顔、ドリッツスタイル、どんな時も諦めないところ、チャイ、ももかの全てが好き、嬉しい。本当にいつもさ、なんかさ、具体的に言ってくれるところが私は本当に素敵だと思いますね、ミツくん。私はみっくん の、 あのお話し会にいつもよく来てくれるところとか、ルカテチたくさんサインありがとう。本当に8枚も応募してくれてありがとう。全部全部あの一個一個あの感情込めて書いたからさ、大切にしてくれると嬉しいし、たくさんあのこれからも思い出作りたいから、ずっとずっと一緒にいてね、本当に。ルカテチのツイン大好きだから、私のハウスインも好きになってね、大好きだよ、本当に。ルカテチ、これからもたくさん思い出作っていこうね。お札の写真もすごくすごく大好きだよ、ありがとう。続きまして、ヨッチさん、ありがとう。たくさん好きにさせられるように。ちょっと待ってね、サイン書きながら行きます、今から。これからも好きでも来てもらえるように頑張る。
よっちさん、ありがとう。よっちさんさ、本当にいつもさ、最初らへんからずっと好きでいてくれてありがとう。よっちさん、本当によっちさんのこと大好きだから、これからもずっとずっと一緒にいてくれると嬉しいです。まずによっちさんがさ、なんか絶対に合格しようねとか言ってくれてたから今私はここに入れてると思うしさ、本当に温かさを私はずっと忘れてないし、なんか本当にいつもありがとうの気持ちです。1分に続いて2分もありがとう。これからさらに忙しくなってくると思うけど体にお気をつけてね。よっちさんもね、まいちゃんの素晴らしいパフォーマンスを楽しみにします。よっちさん、ありがとう。懐かしいね。行きまして、オレンジカメコンのベベさん、ありがとう。ベベさん嬉しいよ。今夜コンサートお疲れ様、元気に歌い踊り姿を見て、ベベさんさ、本当にたくさん思ってくれてありがとう。なんかさ、好きになってくれてありがとう。本当にオレンジカメコンってなんかさ、高橋舞のさ、タオルもさ下げてくれてて嬉しい。舞ちゃん一押しに決定、ありがとう。でもたまに全然いいよ、ありがとう。本当に一押しになれたことがとってもとっても嬉しいよ。仲間も君のずっと一番の一押しでいらせていさせてください。じゃーん、オレンジのカメコベベさん、ベベさんありがとう。一押しだよ、彼からも君のありがとう。続きまして、カンさん、今年の夏はたくさんイベントでまいちゃんに会えて嬉しかったよ、これからもよろしくねって。ありがとう、カンさんがいたから私はこの夏走り抜けれたなと思うし、カンさんにいっぱいお世話になったこともあったし、カンさんがかけてくれる言葉とかもすごい好きだし、いつもありがとう。メタバースで目の前に来た時が一番感動しましたって。私もちょっとびっくりしちゃった、あの時。本当に母さんと私は運命だよ。本当に母さんのね、応援があるから頑張れてるよ。母さんいつもありがとう。これからもずっと視線そらさずに私のことを大好きでいてほしいです。母さんいつもありがとう。今年の夏もたくさん思い出作ってくれてありがとう。秋も冬もたくさん思い出作っていこうね。ありがとう。たくさん思い出してくれてありがとう。続きまして、みちるちゃん、みちるちゃんたくさんありがとう。嬉しい、みちるちゃんもさ、本当にいつもさ、たくさん思い出を作りに来てくれて本当に嬉しくて、みちるちゃんが会いに来てくれるのもさ、ずっと言い始めないさ、忙しい時間を削って会いに来てくれてありがとう。本当にでもみちるちゃんのことが本当に大好きだから、そうしそう愛じゃね、じゃねやってだねって言うとしたらじゃねって言うとした。野口ありがとう。ちゃんありがとう。メジャーデビュー決定おめでとう。本当に嬉しいね。昨日のお話し会でも言ったけど、これからもうずっと前のみちるちゃんで、ね、嬉しい。ありがとう。前のみちるちゃんでいてね、ありがとう。ラスト最後なのでたくさんハートしてください。 OK、 みちるちゃんありがとう。続いてはいきますね。みちる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 、ありがとう。たくさん応募してくれてありがとう。はい、続きましてラストです。多分続きまして、ラストはどこ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 、ちょっとドラムロールしといて、適当にコメント欄にしといてください。私はちょっと今書きます、真剣に。サインをみんなが応募してくれたからこんなに書けたんだなと思って、とってもとっても嬉しいです。ありがとう、たくさん応募してくれて。ダガ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 、誰だって言ってるの誰だよ。君だよ、君、ニャンフェスだよ。ニャンニャンニャン、かわいい。私の誕生日じゃん。サインをたくさんありがとうございました。まいちゃんの誕生日と同じ2枚を3つにしました。ありがとう。つまりニャンニャンニャンです。2月22日。じゃあラスト、ラストは待ってね、よろしくお願いします。最後まで読む。ラストはニャンフェスです。ありがとう。嬉しい。サリー社も勉強しますね。ありがとう、本当にいつも、いつも、ちょっと
くお願いします、これからも。で3人者で1位になりますからよろしくお願いします。続いては漆黒さん、すごい真っ黒じゃん。ももかは本当細すぎ、そして長い、長いって何、髪なんだろう。ありがとう、にゃんぴーずたくさん、私の、私にかけてたくさん応募してくれてありがとう。これからもにゃんぴーずの方見つけたにゃんにゃんポーズするから絶対に目合わせてね、そらしちゃダメだよ、そらしたら怒るからね。オレンジの件はどうだったのかな、それも教えてくれると嬉しいです。ありがとう、にゃんぴーず、にゃんぴーずさんとにゃんにゃんにゃんさん、どうぞ。これからもずっとずっと前のことを大好きでいてね、ありがとう。初めてサイン会に応募しました。すごい音だった。これからももちゃんとたくさん前作っていきたいです。大好きだよ、ありがとう。初めてのサイン会めっちゃ嬉しいな。ねえねえ、あれあれなの、メインさんありがとう。え、今は何時くらいなの、皆さん Now ってやつやってよ、 Now ってやつやって。え、ってことはさ、私さ、あれちょうどってこと、あ、そんなことないか、余ったってこと。すごいすごいぞ、私余ったしかしたっけ。あみんなありがとう。イグアルトマイさんラストです、ありがとう。本当にさい、なお、ありがとう。ジュリーまだいる、ジュリーまだいる。たくさんあの撮らせてくれて嬉しいし、なおの写真が大好きだから、これからもたくさん撮ってね。ももか専属ファンの子よろしくお願いします、ありがとう。悩める人よ、ずっちゃ。続いてはじゃジェミニーさん、じゃ分からへん、待って、あ、待って間違えた、デビュー兄さんいっぱいありがとう、危ない。デビューも決まって、すいません、今ミュートしてました、ごめんなさい。はい、しましょうね。ラストリミスタさん、そう、私これこの大きいの大好きなので、ありがとうございます。皆さん今日の服はかっこいい系、ちょっとね、カラオケ楽しみ、いつもしない系の服にしてみました。楽しみだな、なんかね、ありがとうね、いっぱいかっこいい。次はヒカル、狼系でズボンを履いてみました。ももちゃん、はじめまして、見せ方がわからないのでできないです。ジャケットも着てみて、最高のアイドルです。ちょっとチャレンジらしてみました。ありがとうヒカル、めっちゃ嬉しい言葉たくさん、ありがとうね。全身雑誌見せてよって、やるように頑張るね、やだ。ありがとう、ちょっとよくわかんないこと言っちゃった。全身写真もありがとうございます。続いてはジャンさん、初めて買いましたにしてもらえるオンラインの参加します、応援してます、ありがとう。やだよ、初めて嬉しいよ、やだよ。たくさん覚えたいから、たくさんイベントまいちゃんのおかげでこれからもが、ありがとう。巻き髪、そうだよ、ファンの方を覚えるの得意なので、これからよろしくね。ジャンさんありがとう、大好きだよ、待ってますよって。そう、メイクもね、今日ねちょっと垂れ目だけど跳ねた、そう、ハイライトもちょっと濃いめで、ちょっと全体的にメイクを濃いめにしました。私はさやちゃんのこと大好きだけど、さやちゃんは好きかもなの、濃いめにしてみたよって言って、ちゃんとありがとうね、さやちゃん、これからもさやちゃんのこと大好きでいるね。引き始まりさん、それはよかった、嬉しい、ありがとう、大好きだよ、ありがとうございます。そうね、あの続いてはハテナさん、あれなんかね、今日いっぱい書かせていただいて思ったのが、みんながこんなに応募してくださったからこそ、こうやっていっぱい書かせていただけたから本当に幸せだなと思って、改めてみんなにありがとうございますと伝えたいと思います。ノットイコールミーさんの名前シングル、おまわせメリット発売記念インターネットサイン会、あれ、応募してくださった皆さんありがとうございました。
もう本当にさ、読めてない、読んでないよ私これ、今暗記してんだから。ノットイコールミーさん7枚目シングル、あ、いくよ、いくよ、目つぶっている。ノットイコールミーさん7枚目シングルをマースブレイク発売記念オンラインサイン会、来てくださった皆さんありがとうございました。本当にね、みんながいっぱいいっぱい応募してくれたからこそ、みんなのお名前をいっぱい呼ぶことができたし、みんなにいっぱいメッセージを伝えることもできたし、サインも気持ち込めて書くことできたから、めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しかったよ。ありがとう、本当に。春晩美さんありがとう。目開いてない、じゃあこうするよ。ノットイコールミーさん7枚目シングル発売記念、違う、ノットイコールミーさん7枚目シングル思わずブレイク発売目記念、発売目記念オンラインサイン会。パーツ投げなくてごめんね。そうなの、だけどファーストスターは絶対に行くね。ちゃんと覚えてんだからな。ファーストツアー絶対来てね。はい、皆さんの愛にたくさんさ、浸ることができて、高橋さんはとても幸せです。本日の配信のご予定は、嵐さんいっぱい書かせてくれて嬉しい。ないかもないかも。確かに今もたくさん思い出がありますが、これからも今まで以上にたくさん思い出作りましょう。いつもありがとう、ね、これからもたくさんお話ししようね。ありがとう、嵐さんの言ってくれる言葉がいつも嬉しいし、ひなのさんの楽しいツイートして本当見るね。後でありがとう、これからもたくさん思い出作ろうね。大好きだよ、ありがとう嵐さん。1これも写真楽しみだな、全部1じゃん。なんか今日平行に引いたさ、やっぱり困り眉にやってる。悲しいな。はじめまして、パソコン参加参戦してきました。ハード作りながら通路を走るモデルの願いがあって、今夜もマスターの話していきます。ももかちゃん大好き、本当に強豪高校一目惚れしてくれた。これからじゃあたくさんもっと、これ何なの、ハートありがとう、なっちゃん。これからも思い出いっぱい作りたいです。まいちゃんに負けないようにプロレス頑張ります。私プロレスやってないよ。負けでも何も私が出されるじゃねえかよ。今日も可愛い、ありがとうないちゃん。ゆまゆま、今日ご飯何する？お腹空いちゃったな。何食べようかな。ファーストコンサートも良かったです。何食べよう、あ、ケンタッキーの月見バーガーの和風のやつ買って帰ろう。よし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 、ありがとう、よしよしよし、皆さん決まりました。夜ご飯これからも豚肉をたくさん思い出作りたいな。スムライマックくんはね、最近はねちょっとね月見の季節だから。今何分くらいで、45分になったら教えてもらってもいいですか皆さん。44分、あ、そっか。じゃあみんな今日の配信は毎日配信もないですけど、皆さんのツイートとか楽しみにしてるし、あの写真とかも多分あげるからさ、みんなさいっぱい反応してね、よろしくね。マクドじゃなくてケンタなので。そうだよ、ケンタがね私は好きなんですよ。ありがとうございます、皆さん本当に。なんかみんなの愛にいっぱい触れたから、これからもみんな大好きでいてね。ありがとうございました、本当に。みんなのツイートいっぱい待ってるね。今日の服かっこいいからぜひぜひ見てね。ありがとう、まだよりも最強に大好きだよ、ありがとう。こちらこそたくさんサイン書かせてくれてありがとう。みんなのところに早く届きますように。じゃあね、ありがとうみんな、バイバーイ。ありがとう、楽しみだね。